わらわら。ね、イモムシやなんやねん。イモムシってそんなんだっけ。え、そういう動きしててよ。全身で言うと。あ、なにこれ、すごい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 。ウサギさん焦ってますよ。ウサギさん走ってったけど今な、な、何今のは。すごい。え、これって不思議の国のアリスみたいな感じ？なんかウサギさんが焦ってますよみたいな。ギフトありがとう、バラありがとうございます。昨日劇場でモーターを見たらアイドルだった。うん、そうだよ。うん、そうだよ、アイドルなのも。SK ハーテッドっていうアイドルグループです。来たら変なリアクションしてた。違う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 。ああ、なるほどってよくわかったね。でしょ、多分そうだよね。周りの映画読めばわかるだろう。あんまり読んでなかったなんて言えないよね。バランのチョコレートかかったのありがとうございます。そう、この前あのお友達から、そう、なんかもう編み込み、なんか前までなんかやってもなんかちょっとぐちゃぐちゃになってたんですけど、この前もう一回お友達からちゃんと編み込みのやり方を教えてもらって、今日やってみたんですけど、どう？ぽくない？なんかこれできてるかわかんないんだけど、ちょっと自分でやってみました。そう、なんかお友達から教えてもらったの。そう、教えてもらって、この前ね、この前お友達から教えてもらって、今日ちょっとやってみようと思って。綺麗にできてる？やったー、天才だね。でしょ、お友達もアイドル。え、なんかお友達はなんかそういう美容系がなんか得意みたいな。そのお友達紹介してください。無理ー。俺から紹介して大丈夫です。大丈夫です。ね、いや、似合っとるよ。ありがとう、嬉しいんだけど。お友達いいな。それはお友達がいいなってこと？ん、そのお友達紹介してください。あ、そっち。バラありがとう。チョコレートのバラありがとうございます。赤いバラありがとうございます。紅茶ありがとうございます。後ろの三つ編み、後ろはどうなってるんだろう。後ろはね、このまま中にゴムで通して留めてあります。こうやって、このやり方は中にね、この紙をちょっとだけ取ってここで留めてるんですけど、これはなんかももどうすればいいんだろうって思ってたら、あのメイクさんが劇場で、劇場じゃないかな、なんかのお仕事の時にあのメイクさんが教えてくださいました。レインボーの星ありがとう。そう、これだと学校とかで勉強してる時も邪魔にならないよって教えていただきました。さすがメイクさん。さすがなんですけど、恵方巻き食べましたか？ありがとう。食べません。え、食べてないですか？もうさっき夜ご飯にラーメンを食べたんですけど、デザートがあります。その名はじゃん、鬼のおパンツ、おパンツじゃなかった、鬼のパンツ柄のミニ恵方巻きロール。これをデザートに食べようと思って、だから食べてないよって方は一緒に今から恵方巻き食べようねっていう。え、すごくない？かわいいでしょ？鬼のおパンツだよ、ほら。鬼のおパンツ柄のミニ恵方巻きロール、かわいいんだけど、こんなんなんかすぐ食べれちゃいそう。ブリトーしかないです。ブリトー丸めたらいけるんじゃない？今なんかお家に恵方巻きないよとかって方でも、なんかちょっとなんか長いなんかちょっとね、こういうちょっと丸っぽい長いものがあれば、ぜひ一緒に食べてください。お疲れ様。
美味しそうだよね。うちもブリトーしかない。ブリトー丸めればいけるよ。パンしかない。パンもさ、こうやって丸めればいけない。キュウリでいい。あ、全然。あ、キュウリでも大丈夫なら。なんでみんな逆にそんなにキュウリがあるの。エアマキが3本あります。いいじゃんいいじゃん。そのロールケーキ一気に食べれちゃう。ブリトーはどの向きを食べればいいのか。南南東です。たくあんでいいなら全然。え、たくあんって待って、え、このままのたくあんもしかして。え、こういうやつじゃないよね多分言ってるの。こういう丸いたくあんだよねもしかして。いいじゃん。ネギじゃダメですか、食べれるなら。ね、ジョジュンの焼肉しかないってめっちゃいいじゃん。バラありがとう。ね、こんばんは、こんばんは。塩分やばそうで。それな、ね、塩分にだけ気をつけていただければ。チンアナゴだな。もう終わりよ。うまいもんしかない。あ、いいじゃんいいじゃん。それではじゃあ食べます。あ、もちろん恵方巻きまだ食べてないよって方は今から一緒に食べようね。え、美味しそう。南南東はここです。もうの方面で言うと、あー、鬼のパンツ柄だ。美味しそう。それでは蓋を合わせてください。はい、合わせました。いただきます。いただき、あ、ちょっと待って、いただきます。え、これ喋っちゃダメなんでしょ。ちょっと難しいな。喋りません。これを食べるまでは、終わるまでは喋りません。こう何なんと思って食べます。いただきます。
しかった。でもちょっと喋らないっていうのはすっごい大変だったえ、めっちゃ美味しかった。え、早くないのに食べるの。紅茶ありがとう。流し込んだのも別にお腹いっぱい。途中で水飲むのいいの？え、ダメなの？その絵本巻きは何味だったのって。ロールケーキです。なんかね、チョコバナナ味ですかっていうコメントも来てたんだけど、全然もう普通のロールケーキ。そう、本当にプレーンの、もう何にもフルーツの味もない、プレーンの美味しい、しかもちょっと生クリームがなんか甘めですっきりしてて、ん甘めですっきりしてた、甘のジャックか、なんかちょっと甘すぎず、いやでも本当に美味しかったです途中何を見て笑ってたのって、いやコメントでなんか黙ってても顔がうるさいっていうコメントを見て、え、顔がうるさいって何顔がうるさいって何、なんかコメントが面白すぎて桃が喋れないからって言いたい放題桃がこっち向いて頑張って食べてるからってさ、こっちさ顔がうるさい、桃さん黙っててもうるさいな言いたい放題言いやがって、もうポンポンポンバラありがとう。顔が喋ってるから喋ってないってね、え、でもめちゃくちゃ美味しかった、超甘い美味しいロールケーキで美味しかったです。ロールケーキ食べたのなんてめちゃくちゃ久しぶりに食べた、ね、ちょっとみんな見つけたら買ってみて、これ鬼のパンツ最初放送事故かと思いました。ちゃうやね、みかん前の未公開トークの須田さんとの話感動した、あ、見てくださいましたか今 YouTube にその超世代コンサートのね、あの VTR を見た9期4人で収録したあそこの映像、テレビでは放送されなかった未公開映像がみかん前 TV さんの公式 YouTube の方でいろいろね、載ってて、今日かな、上がったのがあの須田さんが見に来てくださった時のお話だったり、昨日だったらその青海さんが話してるとこだったり、そのテレビで映されなかった、テレビではあそこの部分しか喋ってないけど、ほんと収録はめちゃくちゃたくさん喋ったから、それ喋った部分がねたくさん YouTube に上がってると思うので、ぜひ見てくださいぜひ見てください。それをもう一回見て、もう一度見て、また思い出していただけると。それではテロップを出します。じゃーん、1334日ありがとうございます。絵本巻きです。青海さんとももたんのやつ見たって、見た絵本巻きです。あのもも実はお昼ご飯にも絵本巻き食べちゃっててお昼ご飯にちゃんとしたご飯入りの絵本巻きを食べたんですけど、たくあんじゃないよ。なんかいつもは学校はお弁当なんですけど、今日だけちょっとね、学校のね、そうこと約束して、そう今日だけは恵方巻きを食べようねっていう話になって、でなんかあの外に食べれるなんかベンチみたいなところがあるんですけど、ちょっと寒いけど今日はなんかちょっと南南東向かなきゃいけないしそう南南東向かなきゃいけないし、今日はちょっとなんか外で食べようってなって、外のベンチで学校でもちゃんと黙って食べようって意気込んでた。そうで、なんか方角ってどっちだっけってなってて、多分こっちじゃないってところで食べたの
なんか多分誰もみんな分かんなくて、多分こっちだろうなっていうところで食べて、そうで、すいません本当に申し訳ないんですけど、一口食べて喋っちゃいました、ごめんなさい。赤いバラありがとう。一口食べて喋っちゃったんだよね。iPhone についてるやん。でもね、ついててそんな、ね、調べる暇がないぐらいもうお腹が空いてて、もう調べるより食べたいっていう派だったの。そう、あと学校でなんか学校の昼休みとかスマホ使えないし、そうそう、めちゃくちゃ美味しかったんですけど、そうそう、一口食べてうわ美味しい、あ。だから本当にあのこの恵方巻きでね、あの再挑戦ができてよかったです。ね。1330日ありがとう。だから今年は恵方巻きを2つも食べれて幸せです。そう、早すぎんって、いやだって美味しかったんだもん。美味しくて、わー美味しい。でもうそっからはもう一回喋っちゃったからもういいねと思ってずっと喋りながら食べた。バラありがとう、うん、結構学校でも他のクラスの子とかたくさん今日恵方巻き食べてる子がいっぱいいました。なんか運動場もど真ん中の意味わかんないところで食べてるなんか子もいた。あ、ありがとう。でーす。以上でーす。なかなかシュールな光景でしょ。青春だなー。だって青春、みんなも青春、青春、私ら青春。ベンチ空いてなかったのでは、いや空いてた空いてた、全然空いてた。余裕で空いてたよ。報告ありがとう。自分は普通に昼食バッグ食べてたんで、あ、いいなー。前が高校生の時恵方巻きあったかなって、いやあるでしょ、ないの青春なんか、それはちょっとよくわかんないけど。3年生はもう学校に来てないの、え、来てるよまだ。なかった、え、ないの、え、恵方巻きっていつからの文化、え、恵方巻きってもう何十年も何百年も昔から続いてる伝統行事じゃないの、え、え、違うの、え、もう100年以上前から続いている伝統行事かと思ってたんだけど、え、違うの、ここ15年ぐらい、え、そうなの、じゃあ桃が生まれた年ぐらい、20年ぐらい、10年ぐらい、え、どっち、最近なの、へえ、え、そうなの、え、誰恵方巻きって考えた人。え、ここ10年ってことはまだね、考えた人元気に生きてらっしゃいますよね、そんなここね数十年ぐらいなら、え、そうなの、ローソンが広めたらしい、え、嘘、え、嘘、え、え、ど、あ、なんだかみんな言ってることがバラバラでわからないな。ね、昔はただの豆の日でした、お寿司を作るためにお寿司屋さんが考えた文化、マジで、え、おい、んー、地域によって様々なんだ、へえ、すっごい昔の伝統行事だと思ってた、日本の風習的な。へえ、1989年らしい、え、結構前じゃんそれ。結構前じゃない、だって
30年以上前じゃん。そんなこともない？あ？分かんないけど。最近です。え、最近？あ、そう。お、え、それと80、え、なに、元の計算が怪しいって、あれ？モータンは2006年でも、その十何年前ってことでしょ。でも確かに最近っちゃ最近だね。関西の風習なんじゃ。すいません、怒られました、ごめんなさい。ね、うーん、ありがとう、教えてくれて。一つ勉強になりました。豆まきします。ちょっとなんか入り方分かんなかった。豆まきをします。それ長ハゲ、え、そうなの？それは生ハゲです。あれ生ハゲかこれ。え、ってだからみんなにあの鬼になってほしいから、ちょっとお前かぶっといて。ももが投げたいの本当、多分ね、ごめんね、本当に分かるんだよ。配信的には絶対ももが鬼で、みんなにももに投げてっていう方がいいんだと思うけど、でもももは鬼じゃなくて投げたいから、ちょっとかぶっといて。あれね、ももはね投げたいんだよね。見てほしいかも結構。はい。今日ママ巻きします。見えてますか？見えませんよね、ごめんなさい。それでは今日ママ巻きしたいと思います。雑すぎん？あ、そう？でもこうしたら見えるくない？になるのはちょっと最後で、まずはみんなに投げたい。それでは皆さん鬼の面をかぶってください。うん、おいしい。食べるなってごめん。ごめん、なんかめこんなにあったからさ、まあいいかなと思って我慢できなくて。投げる前に食べちゃダメなの、いたとた。体のバランス取れなかった。それではみんなに投げます。いきます。おりょうさとガチ福はうち、おりょうさと。そんな一粒ずつ投げる、え、こういう感じ？投げたよ。掃除のこと考えてな。はい。はい。いや、もう一回投げたい。もう一回投げたい。ちょっとまだなっと、もう一回投げたい。お願い、もうちょっと付き合って。オッケー。いきまーす。
い夏だっていっぱい投げてたじゃん。ね。ちゃんと拾ってます。もうお部屋が豆だらけになっちゃう。自分で投げたんだけどね。もっと可愛く投げて、分かった。あります、サタ。はい。服はうち。はい。こんな感じ？何個投げた？え、なんか10個ぐらい一気に投げた。だってたくさん投げてって言ったからさ、みんながね、こんなに投げてほしいんかと思って。急に猫かぶった。ね、あ、アイドルやん。笑った。なんでなんでなんで、なんで急に笑うの。今何してるの。あ、豆拾ってます。絶対配信終わってから拾ってって感じやんで、ごめんね、今拾っちゃってる豆。じゃあそれではこう次ももが鬼になってあげるから、みんなが投げていいよ。ね、その前に一個。マメー。待って。ほっぺが赤い。おいしいんだけど。豆食べる配信でもいい？豆がない、何でもいいよ。枝豆とかでも全然いいよ。ジャンボリオニ？ジャンボリオニ？さあ、かかってこい！よし、来い！アニアーサト！わあ、福はうち！パパパパパ！アニアーサト！わあ、福はうち！パパパパパ！はい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 。でもいいよ。そんなミッキー嫌だった。なんで。愉快すぎて倒せません。あれ。あ、もっとなんか鬼になり、なりきればいいんだよね。なんかそう。これこっち映ってる。ちょっとこっち見て。もっと強い道具を手に入れたぞ。刻み糊投げてやりたい。一瞬で負ける。打ち返すの、あ、やられなきゃダメ。どうしてもさ、負けず嫌いだからやられたくないって思っちゃうんだよね。なんかヘルメットかぶってるみたいに見えるでしょ、ね、でもこっちを向くと鬼。
それだけ。別に何にもない。それだけ。いや別に何がしたいの？いや何も別に。急に恥ずかしくなった人。オチは？いや別に。今日今年の平泣きはハク弟がゲームしてたから豆投げに行った。うん、弟がゲームしてて、だから部屋に突然入って突然豆投げてショールームの部屋来た。うん。であとパパにちょっと口開けてってパパに言って、パパの口の中に豆入れてこっち来た。ノックはしてあげて。確かにパパにも投げたよ。パパはね、投げたっていうか、なんか口の中入れた。パパにもなんか全力で投げすぎて、なんかちょっと痛がってた。全力で投げた。ね、そうそうそう、怖いわーだって。なんだっけくねくね虫じゃなくて、なんだっけ、ミミズじゃなくて、なんか虫。ありがとうございます。以上、今年2023年の豆まきでした。ありがとうございました。あ、芋虫ありがとう、ありがとうね。あ、くねくね虫ってなんやねんって、だって分かんなかったなもん。なんか楽しいだよね。え、もう今何個豆食べただろう。年の数だけお豆って食べるじゃん。え、何個食べたんだろう。でももう16個だ、16歳だから16個食べれるの。今何個食べたんだろう。一回いつも年の数より倍ぐらい食べちゃう。もうとっくに過ぎてそうだよね。全部食べた。全部何個あるだこれ。何個あるだろう。それ以上食べてると思います。でもね、なんて喋ろうとしたんだっけ。でもね、この豆って太らないらしいよ。節分の豆は大豆なんだって。だから食べれば食べるだけ体にいいらしいよ。多分ね。多分ね。知らんけど多分そうだと思うよ。ね、枝豆は大豆だよ。これ豆の知識。チーン。面白い面白い。こんちゃん、ありがとう。バラありがとうございます。紅茶ありがとう。芋虫と紅茶ありがとうございます。それではじゃあそろそろお歌を歌おうかな。紅茶ありがとう。はい、きなこも大豆だよ。え、
きなこちゃん、あ、普通のきなこ食べる方のうさぎだ。うさぎ、焦っちゃってる。うさぎ、ありがとう、ありがとうございます。それは犬豆の歌って、豆の歌なんてある？節分の歌って何？節分、せっせ、節分、せっせ、節分、せっせ、節分、節分っていいね。豆おいしい。豆のつぼみでやめてよやめてよ。あ、今日はね、1曲だけ決まってたんだ。そうや、去年の今日、去年かな、去年の今日に、その心にフラワーのそのメンバー、選抜メンバーが発表されて、その心にフラワーの発売の記念配信みたいのを、去年のこの2月3日に、選抜発表の時にだったので、今日は心にフラワーを歌いたいと思います。もう1年経つのか、時の流れは早いね。なかなかアイドルのソングで豆っていうワードは聞かないよなって。確かになかなか聞かないね。わかんない、どっかにあるかもね。それでは聞いてください。平野大野で心にフラワー。ちょっとできてない準備が。心にフラワー。モーター何歳？私でも、届かない日差しを思い出す。
リベンジさせてくださいということで心にフラワーでした。あれから1年なんてもう早いね。ね、あの時のね、あの喜びをまたみんなにね、みんなというかみんなに味わってもらえるようにこれからも頑張ります。バラありがとうございます。音符ありがとうございます。ブラボールありがとう。音符音符音符たくさんありがとうございます。でもね、このね曲のね レコーディング、あのアルバム用のレコーディングで、須田さん、古畑さん、鎌田さんと一緒にレコーディングを そのなんか大先輩の中に混じってあのレコーディングしたのめっちゃ覚えてるめっちゃ覚えてる。なんかしかもなんか一番なんかその中でなんかど真ん中のところになっちゃってめっちゃくちゃ緊張したの覚えてるね、また頑張ります。それでは最後に聞いてください。平野オーナで絶対インスピレーション。出してたのもっともだ残っちゃう。
たもたくさんありがとう。サイレンもありがとうございます。アンパありがとう。紅茶ありがとうございます。赤いバラありがとうございます。ティーカップありがとう。あ、ミラーボールありがとうございます。ミラーボール2つありがとう。音符ありがとうございます。サイリウムありがとう。バラありがとうございます。ピンクピンクミノルのサイリウムありがとう。それではそろそろお歌を歌いたい、違う ランキングを読みたいと思います。もう歌ったレモンの字ありがとう。まだ歌う。もう読まなきゃ時間が時間がないない時間がないない。そんな言い訳で本当にいい時間がないない。絶対違うよね。ねえ、なんかもう一回ね、時間がない声みたいな。この前も言ってたよね、これも振り付け違いますけど。ケツさん教えてください。それではランキングマッチ3位のぴょんちゃんがオープンにプンプンってなってる方ありがとう。12位の平野おなちゃんのアバターの方ありがとうございます。怒られてしまえってごめんなさい。でもももがやるとこれだよ。だからそれだけ K2 さんはすごいなっていうこと。あんな難しいのね、すごいなって思って。11位のメロン相談の中に白くまちゃんが入っちゃった方ありがとうございます。10位のプリンの方ありがとうございます。9位のよっよーば、あ、よっよーば、カブトの方ありがとうございます。8位の、あーすごいかわいい、節分の日のアバターだ。服売ってるのと絵本巻き食べてる女の子の方、かわいい、ありがとう。鬼じゃないよ。ラッキーセブンの、あー変わっちゃった。13位プリンの方、12位カブタンの方ありがとう。11位のモーモって方ありがとうございます。10位の雪だるま、雪だるま作ろうのアブタンの方ありがとうございます。9位の節分のお弁の方、節分の日のアバターの方ありがとう、かわいい。8位のペンちゃんのお面でしてる方ありがとう。ラッキーセブンのパパパパパ手が何本も生えてる方ありがとう。6位のうさちゃんがぴょんぴょんってしてる方ありがとう。5位のはっ服、節分のアバターだ、ありがとう。4位のは、鬼が鼻水垂れちゃった方ありがとう。ありがとうございます。3位、はちみつみたいな、はちみつパンダみたいな。おばたの方ありがとうございます。2位のうまるたんの方ありがとう。それでは今日の1位よいしょ、ピンポンパンポン、ジグ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 ジャン。今日の1位はのトップ10の方ありがとうございます。ハッピーな
節分ありがとうございました。こちらこそみんなと豆まきできて幸せでした。それでは行きます。昨日公園でチラチラレスが来た気がする、気がするもしないも、さあどっちだ。正解です。L O V E のトップ10の方ありがとう。それでは行きまーす。せーの、ありがとうございます。はい。ということで星もぐふたもありがとうございます。毎年行事ごとにみんなと一緒にいろんな行事を楽しめて幸せです。今年の節分も一緒に過ごしてくれてありがとうございました。一緒に鬼になってくれて豆まいてくれてありがとうございました。あ、6位の方が鬼に変わった、ありがとう。明日の配信もぜひ見てください。明日の配信はお昼の12時45分からです。ぜひ見てね。明日から土日なので明日と明後日お休みだよっていう方はごゆっくり日頃の疲れを取ってください。で、お仕事だよっていう方は明日も頑張って、これ食べて頑張って、節分の豆これでも食べて頑張ってね。ということで明日お仕事頑張れ。3粒かい、もうちょっといる。星もゲートもありがとうございます。3粒しか残ってないの。うん、こんなに残ってる。星もゲートもありがとうございます。あ、すごい、7587人の方、すごい、たくさんの方ありがとう。スクショしよーっと。豆もと、ありがとうございます。あ、職員さん、 SK48 チームSの16歳に平野大野です。来てくれてありがとうございます。自分の年と全然足りません。追加で買ってきます。ね、7700人の方、今日もたくさんの方見てくれて本当にありがとうございます。星もギフトもありがとう。それでは二人します。左手出して右手出して、せーの、二人ありがとうございました。バイバイ、明日の配信で会おうね。バイバイ、ありがとうございました。おやすみ。